バスク料理、バスク料理、バスク料理、バスク語、エスコールスーコールデリッツとは、スペインとフランスの間に居住する、バスク人の間で作られ発展してきた料理である。それには、肉と魚の炭火焼き、丸みたこ、コ羊の煮込み料理、タラ料理、トロサの豆料理、レケーティオ産のパプリカ、ドノスティアのピンチョス、イディアサバル産の羊乳のチーズ、チャコリワイン、 およびニプスコア圏のシードルが含まれる。バスク料理は、海ともう一方の肥沃なエブロダニからの豊富な産物の影響を受けている。バスク州の山がちな地形は、魚介類中心の沿岸料理と、肉や燻製肉、豊富な種類の野菜、豆、淡水魚、および塩たらが、中心の内陸料理との違いを生み出している。フランスとスペインの影響も強く、 国境の両側の料理の有名な違いには、反対側では滅多に見られない、バスク産の発泡性ワインのチャコリや、北、バスク産のガトーバスクやジャンボンドバイオーヌなど、典型的な、バスクの食料品も含まれている。また、バスク人も新たな移民、貿易と探索から得た新しい食材や技術を、素早く吸収した。スペインとポルトガルから追放された、ユダヤ人は、バスク地方に定住し、 至るところに、チョコレート産業、今日も、バイヨンヌで、名高い生花産業、およびより幅広い菓子類とペストリーの伝統を起こした。また、バスク人は新世界産のジャガイモと唐辛子を受け入れ、バスク料理に取り込んだ。後者は、ハム、ソーセージをはじめバスク料理で頻繁に使用される、食材であり、バスク地方各地には、唐辛子祭りが存在し、特に、 デスプレットトップエンテラレーノのものが有名である。食文化はバスク文化の中心であり、ジョディオにはガストロノミー博物館がある。バスクの料理と食材に加え、この地域には食事の準備と食事を分かち合う方法に関してユニークな特徴がある。シードルハウスはドノスティアの周囲の丘陵地帯、特にアスティガラが付近の名物である。これは普通巨大なシードル。 リンゴ酒の樽を置いた、田舎風の大きなレストランである。ほとんどいつも塩たらのオムレツ、直火で焼かれたティーボーンステーキ、およびクルミと丸めのペーストを添えたメヒツジの父のチーズのような田舎風メニューを置いてあり、リンゴ酒を高い場所からまっすぐグラスに注いで供する。シードルハウスは、年内のうち数ヶ月のみ開かれている。チキテオとは、バルのタパス、前菜のはしごをすることで、 スペイン中で見られる習慣であるものの、何百人もの人々が古い街の通りを、クロケット、トルティジャ、スライスして炙った、パン、または、魚介類を専門とするバルからバルへと渡り歩く、ドノステアのチキテオはその最たるものであるが、パンプローナやビルバオでも盛んである。人が集まって、一緒に料理と食事をする共同のチョコは、食道学の会で、伝統的に男性だけの組織である。 史上初のチョコは1870年にドノスティアで組織され、大都会のチョコは大規模で厳格に組織されることが多いが、小さい町や郊外では、しばしば会場、食料や経費を友人たちで共有する小さな集まりとなる。バスク地方のこのユニークな習慣のおかげで、男たちは伝統的に恐れ得られる女課長から離れて料理に参加し、 共に時間を過ごすことができるようになった。近年、いくつかのクラブでは、女性も許容されるようになった。1970年代から1980年代に、バスク人シェフたちが、フランス料理のヌーベルキュージーヌから影響を受けて、創作したヌエバコシナバスカ、ヌエバコシーナバスカは、非常に斬新な形を取るものの内容的には確かに、バスク料理であり、バスクの伝統料理や、 伝統の味わいに基づくものの、より軽く、垢抜けている。ドノスティアのフアンマリアルザックは縫えばコシナバスカを代表する最も有名な人物となり、スペイン初のギドミシュラン三つ星のうちの一つを得た。数年間のうちに、この潮流はスペインを石鹸指導国の標準高級料理となった。バスク地方、特にドノスティアのタパスバルの多くは、 新しい技術と食材を使った現代式、ピンチョスを教してる。さらに近年、ビルバオーグ・ケンハイム美術館内のものを含めて、いくつかのレストランを持つマルティン・ベラサテギなどの若い、シェフによって、バスク料理に新しい勢いがもたらされている。バスク料理は、国際的な料理に影響を与え続けており、特に、スペインとフランスのバスク地方外で高く評価されている。 カタルーニャ人シェフフェラン・アドリアは、アルザックラ・バスク人シェフによってもたらされた技術に、新たな高みをもたらした。カルロス・アルギニアーノは、テレビと本を通して、スペインに、バスク料理を流行させた。バスク人シェフのテレサ・バレネチェア、テレジア・バーネチェアは、アメリカ合衆国で、バスク料理、レストラン、マリチュ、マリーチュ、を開き、伝統的バスク料理を最初に、 アメリカにもたらしうちの一人となった。レストラン経営の傍ら、バレネチアは、バスクの食卓、ザ・バスクテーブル及び、スペインの郷土料理集、ザ・クイジーンズ・オブ・スペインの2冊を書いた。また一方で、バスク風のタッパス・バルは、バルセロナとマドリードで一般化している。多くのバスク人が海外移住したブエノス・アイレス、ボイシア、ベーカーズ・フィールドなどではいくつかのバスク料レストランがあり、 現地の料理へのバスク料理からの影響が見られる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。